まあ日本人はですねもともと幸福であると、えー、ところがだからずっと幸福だった、えー、あまり盗賊なんかも現れないし、えーまあ、家族は穏やかに過ごしててそれで稲でも作ってですねもう2万年ぐらい前から本当に日本人っていうのは偶然にも幸福な人生を送ってきたわけですけども、まあ、最近はそれが不幸な不幸っていうか 幸福ではない生活を送る人が増えてきた。それはあの日本は日本人のものであるだから階級性もなければ奴隷もいないっていう日本だったそれから自然が神様だったんで、えー、かあの宗教同士の争いもなかったし、まあ、ものすごく一部ありますけどねそれから何でもちゃんと敬うので、えー、みんなが謙虚だった礼儀も正しくて。 えー、そういうい民族だったそれから男と女の関係では男と女は比較なんかしない女は女男は男として捉えて、まあ、両方が幸福になるようにいろいろ考えたと、まあ、いうような、まあ、素晴らしい文化だったわけですが、まあ、それがまあ日本自身も平安時代まではあんまり変わんなかったんですけどそれから少しずつ少しずつ変わってはきました、まあ、それでもあんまり変わんなかったですけどね。えー 明治以降、非常に大きくヨーロッパの影響を受けました。そして不幸な日本人ができて不幸な戦争も行われてで現在ではまあ今度の新型コロナがそうですけども本当に幻想の社会に入るようになりましたね。特定の支配者に大きく影響されてそして自分たちが不幸になるその錯覚から抜け出せないというような。 まあ状態になってきましたでここで一番難しいのはですね、えー、日本人の不幸っていうのがの一つの原因がですねヨーロッパに負けた人が存在するっていうことなんですねヨーロッパに負けた人っていうのが存在するその負けた人っていうのはえー、っとインテリなんですよね例えばまあ典型的な東大の先生とか、まあ、NHK の解説委員とか まあそういう人たちが実はヨーロッパに負けた人なんですね。でこれは私も実はあのうーんとそういう人たちの近くにずっとおりましたから、まあ、その人たちがなぜヨーロッパに負けるのかっていうことはよくわかるんですよ。というのは日本の中である程度学問的にこうなり名を挙げるとですねその結果として アメリカとかヨーロッパに留学することになるんですね。これはですね非常に好きなことなんですが、えー、留学するしないとですね日本の中で出世ができないっていう問題があるんですね。私があの、えー、私立大学、私私立大学から名古屋大学に移るときに、えー、論文を 代表的な論文50本を出せとこう言われましてそれで日本の一流子ですね日本の機械学会誌とか原子力学会誌とか日本科学会誌とかですねそういったまあ名だたる論文も50本の中に10本ぐらい入れといたんですねあとはまあ欧米の論文だったんですそしたら連絡が来てですね「欧米の論文じゃなくちゃダメだ」と先進国の論文じゃなくちゃダメだとこう言ってきましたので。 いや日本の国立大学の,あの教授になるんだから日本の論文でいいんじゃないかっつったらダメだってこう言うんですねまああの核のごとくですね今,今まだそうなんですが明治時代に欧米の学問を日本に導入するにあたってそういう制約が実際上あったんですね欧米に留学してないと日本の国立大学の先生になれない それで日本の国立大学で欧米の学問を教えるというふうな習慣だった習慣というかそういう戦略を取ったわけですねですからまあ言語の壁も少しはありますしえ英語の論文献を読むえそれからドイツ語の文献を読むの山ほど読まなきゃいけませんからそうするとまあある程度つるつる読めろは読めるんですが何しろ膨大なんですね彼らは言語が非常に厳格で 言語でもって、えー、自分の思想とかそういうのを伝えるというのが普通なもんですから立派な本がいっぱいあるわけですよ山ほどですねえー、もう日本人が見たらうんざりするような厚さの本がものすごくあるわけですでそれをずっと読んでるうちにですね、まあ、ドイツの哲学なり、まあ、イギリスの文学なりフランスの芸術なりですねアメリカのプラクティカルないろんな工学なりを勉強してますとね ややっぱりそ,れの,その数にやられちゃうんですよ、まあ、もちろんレベルも高いんですが数にやられちゃうんですね。それでヨーロッパは非常に素晴らしいということになってしまうんですよ。もうこれはまあ NHK のテレビを毎日見ていると NHK に洗脳されるのと同じでですね人間って洗脳されちゃうんですよね。だから地球が温暖化するとかダイオキシンが猛毒だとかって洗脳されちゃうのと一緒に洗脳されちゃうんですね。 でその人たちはもうヨーロッパじゃなくちゃダメだってことになるわけですね。この前ちょっと読者の方が私の方に参考の記事を送ってもらいました。まあ、その記事を書いてる方も立派な方なんですよ。実は立派な方なんですが、ヨーロッパのことを学ばなかったらなんだってこういう感じなんですね。自然法、ヨーロッパの自然法の概念をしっかり学ばなかったら どうにもならななならいいじゃないかって一点張りなんですよつまりヨーロッパの自然法っていうのはキリスト教の大きな影響を受け,まして,る受けてますから、えー、自然は神が作ったものだとそれがまあ基本なんですね。で神に対して人も神が作ったんだけど人が作ったものっていうのと神が作ったものと区別をするというそういう概念なんですよこれは。これがこれを正しいと思ってるんですね。 私なんかはまあ実は自然科学なんで人が作ったものと神が作ったものというか自然界にあるものはほとんど同じなんですよ。まあ、例えば仮に一例あげましょうか接着剤というのがあるんですね物を接着する。でこれはまあ人間が今から300年ぐらい前に近代科学ができていろんなものを接着する最初はまあご飯粒で紙を接着するみたいなやつがあったんですが。 まあ現在ではアロンアルファみたいな極めて優れた接着剤もあるんですねこの接着剤の研究の歴史というのをがっちり調べましてそれから自然の進化の中での接着というものの進化を見ますとほとんど一緒なんですよですから人間が作った接着剤も自然の,その動物とか植物が使っている接着剤も ほとんどまあ言ってみれば研究の過程も同じなんですね。人間以外の動植物が何で研究するんだってったら研究同じように研究してるんですよ。これがどうだろうかって試してみて、えー、勝負に勝ったものが生き残るっていうことを続けて、えー、かつての接着剤よりか現在の動植物が使っている自然界にある接着剤の方がずっと優れてるんですね。 えー、この過程はですね、人間が頭で考えながら、より良い接着剤を探していくのとほとんど同じなんですよ。<laughs> ですから、おおなるほどなと、こう納得するわけですね。到底そのヨーロッパ流のですね、自然界は神,神が作ったまま全然変わらない。だから人為的に作ったものと、それから自然というのを分けて、 えー、自然法というのをよく勉強すべきだという、まあ、そういう議論になるんですけどそれはヨーロッパとしては合ってるかもしれませんよキリスト教の社会としては。だけど、えー、本当にそうかっていうううかとといいいいここをもう1回考えななきゃいけないっていうことですねそれからもう一つはあの日本の学者はですねまあ私の友達なんか全くその典型的なんですが私は、まあ、いわゆる理科系ですよね。 で東大の理科系なんでどういうことになってるかっていうと東大入試までは文,文学系も政治も経済もみんな勉強してるんですねところが専門になっちゃうとそれ以後はもう科学的なことをですねあの物理とか科学とか工学を勉強するのが一生懸命だからそれからさらに歴史だとか思想とかいうのはあまり勉強してないんですよそうすると私の友達は全部ですね えまあ高等学校から大学の初頭までの文化系の知識によってるんですねそうしますとほとんどはヨーロッパの学問でそれにちょこっと明治以来の日本の学問を学んでいるわけですしたがって日本文化っていうとですねその人たち僕の友達なんかもそうなんですが、えー、明治以来の日本文化を日本文化と思ってるんですねあの 明治維新で大きく変わったんですが、それ以後のヨーロッパと日本の足してにだったような文化、それが日本文化だと思ってるんですね。で、その人たちは、じゃあ古事記とか、日本書記とか、平安時代のいろいろ学問とか、江戸時代の石紅和の数学だとか、そういうのを勉強してるかって全然勉強してません。<laughs> 全く知りませんね。それは、あの、専門になってからもう、 科学分野しか勉強してませんから仕方がないわけですね。だから日本は日本人のものであるとか、自然が神様であるとか、男女を比較しないといった、私が考えるところの世界で一番進んでるのは日本だなと、素晴らしいなと思うような感想は全く持たないんですよ。常にヨーロッパが上なんです。どんなことがあったってヨーロッパが上なんですよ。 それは自分がヨーロッパに負けたからなんです、ね、でそのんでヨーロッパに負けたかっていうと日本の文化を学んでヨーロッパの文化を学んだんじゃないんですね。えー、高等学校から大学の初頭まで、えー、ヨーロッパの文化と日本の明治以降の文化を習ってそれで専門になったらヨーロッパの文化を習うんで学ぶんですからねそれは当然なんですよ。 それで、えー、日本にそんな素晴らしい文化があるなんていうことは思っても見ないんですね。だから日本における風習日本人の特徴っていうのをヨーロッパ人とずっと比べてみるとまあ残念ながら野蛮に見えるんですね。だけどヨーロッパ人が日本人を見て野蛮だと思ったかっいうとこれはそうではなくてヨーロッパ人のようにヨーロッパを深く知ってる人から見るとですねあれ 日本人って素晴らしいなっていう感想を述べているわけですね。だけどまあ日本のこの「反日日本人」っていう朝日新聞とか NHK なんかが非常にやっなんですのと同じようにですねこの「幸福な日本」っていうのを作るときにまあむしろヨーロッパ人とか中国の人たちよりか、まあ、あの正面からぶつかるヨーロッパ人とか中国人という意味ですけども日本の国内にいて。 ヨーロッパにの文化に負けた人の方が我々が幸福になるのには障害になるんじゃないかなと私はそういうふうに思いまして、えー、読者の方がせっかくその私に資料を見せていただいて私それ勉強してですねいやこれはね、えー、むしろ直接的にヨーロッパとか中国から攻撃されるよりか日本人で日本の国内にいて日本の文化を聞きかじりして それでヨーロッパの文化に負けた人たちこの方が難しいなというふうに思いましたそこに現在の日本の中にいて日本人が必ずしも幸福になれない大きな原因があるように思います